皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、ディレクターからの質問で最強の大胸筋トレーニングを教えてほしいということでしたので、大胸筋のトレーニングについてお話をしていきたいなと思います。大胸筋のトレーニング、目的でいくと筋肉を増やして見た目を良くしていきたいっていう方がほとんどだと思います。若干ね、スポーツのパフォーマンス向上のために、パワーアップのために大胸筋鍛えたいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、大胸筋に関してはこのパフォーマンスアップのためのトレーニングと筋肉量を増やすためのトレーニングというのが結構被るところが大きいので、両方合わせてですね、最強種目必種目、私のね考えを発表させていただければと思うんですけども、なんといってもですね、ベンチプレスだと思います。バーベルのベンチプレスですね。ビッグ3っていうぐらいなんで、ベンチプレスをやっておけば間違いないです。他にもね、もちろんいろいろいい種目はあるんですよ。ディップスとかダンベルのベンチプレスもいいですし、ダンベルフライとかね、どれも特色があっていいところしっかりあるんで、そういう目的にね応じて種目をね選択してやっていただくのが一番ではあるんですけども、大胸筋のトレーニングでどれか一種目っていう風に言われると、やっぱりですね、なんといってもバーベルのベンチプレスかなと思います。これは特にですね、ボディービルとかフィジークとか競技でやってる方がやってることなんですけども、大胸筋って上部、中部、下部って3つのパートに分けられるんですね。でそれぞれ若干ですね機能が違ってくるんで、種目を使い分けて鍛え分けるっていうことをするんですけども、オーソドックスなベンチプレスですね、これをやっておけば3つの部位全部まんべんなく鍛えられると思っておいていただいて大丈夫です。個人のね骨格とか筋肥大のしやすさとかによって上部から下部にかけて発達の度合いがね違ってくる方もいらっしゃるので、そういう場合にはじゃあ上部が弱かったら上部に特化したトレーニング、インクラインベンチプレスとかですね、下部が弱かったら下部に特化した種目、デクラインベンチプレス、これも全部ベンチプレスなんですけども、リップスとかですね、そういうトレーニングを加えていけばいいので、なんといっても基本は普通のオーソドックスなベンチプレスになります。一番オーソドックスなベンチプレスをやり込んでいただいた上で、その補助としてこう部位ごとの鍛え分けっていうのを考えていただくのが、一番筋肉を増やす、パワーをつけていくという意味では一番効率がいいんじゃないかなと考えています。上腕三頭筋とか三角筋、肩の筋肉ですね、そういったいろんな筋肉を使いますけども、高重量で大胸筋を刺激できるという点で、やはりベンチプレスの右に出る胸トレの種目ってありませんので、ベンチプレスをしっかりやっていただければ大胸筋のトレーニングは間違いないんじゃないかなと思いますので、ちょっとなかなかね大胸筋が成長しなくて困ってるっていうような方は、ベンチプレスをねもう一度見直していただいて、しっかりやり込んでいただくといいんじゃないかなと思います。じゃあ他の種目はどういうところがいいのかっていうのが気になった方はコメント欄で聞いていただければ、また別の動画でお答えしたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。